あとはまあアブソルトジュピターに関しては先ほどと同じエージェントを使用します。ここオーメンを外してきたビジョンストライカーズ、ちょっと気になるところですね。バインドというところでセットスモーク、すごいな。ファーストから A 入れ守りですよ。完全にリテイク狙いのアブソルトジュピター。そしてランプ中でワンウェイスモーク、そして入れてからアブソリュートジュピターの取り返しです。ここまでは想定済みか。ランプ 4、 いやランプ4、いやでも時間稼がれてるな。インセンディアリー後ろ回ってるんですよね。ゼストがこれ、おいやダブルキル、取られてトリプルキル。浴場を抑えるのではない、裏を詰めてくる。そんなゼストの動き、ラズが1人返して2オン4です。ちょっと時間が苦しくなってきましたね。いや、ひたすらゼストは釣ってますね、これ。そうですね、ランプに4名、あとは順番にか。取り返してバス、時間がない、後ろも詰められている。これは引くしかありません。引くしかない判断で追いかけてくる。それでもバスに乗りがないですね。アブソルジュピター、ここは浴場側ですね。ダーカバーで3名で取りに行く判断ですが、オールドローン、そしてリコンボルト、全てを使って様子を見に行く、ショーティーレイター。取った、スタックス、どうだ、銀河だけじゃ落として、うわ惜しい、キングダブルキル、フラッシュポイント入っています。3名でしっかりと浴場は抑えています。浴場は抑えきっています。ただもう B 取られてしまっているので、 B ロングは逆にビジョンストライカーズのターン。グローが裏詰め、レイタを仕留めます。ここで情報あるのは韓国代表ビジョンストライカーズです。おそらく A 側の2名が来るよと。ここから一つ一つクリアリングしていく中、グローがゆっくりと1名、また1名と落としていきます。バースも体力がもうないので、これはかなり苦しいです。キングが、そして左側、あ、ここはうまく入れ違ってワンチャンスあるかというところです。バース横から突かれる形ですね、ファーストラウンドと。ゼストが裏取り用意、そして4名がショートしっかり押さえています。無理に前出ません。カメラ高い、インセンディアリーで前目入ってくるのを防ぎます。アブソルトジュピターまだ入れない、様子見る、まだ時間はあります。落ち着きたい、ここで後ろ来た。今度は浴場の裏をつくゼスト、4対4、スタックス、タケシェが抑えて3対3、ハンタースキューリーゼスト、いやキング、タケシェとキルを取りますが、テンポ感ゼスト、このワンテンポを置いてのハンター、目を光らせます。残ったらバース、会場には向かえません。ライカーズ今回選んだのは初めての B です。リコンボルト、ステージはもう逃げるつもりないので、これは一人で粘る位置ですね。まあ武器的にも苦しいので、一人でも削れれば、許してくれない。4対5、アブソリュートジュピターとしてはアビリティを使って突破していって削り切るか、逃げてくる相手を仕留めるか。スカイスモークで時間を稼ぎます。ゼストはポイント中、そしてアブソルトジェプターはエルボーへゆっくりとラズ選手、スポーン側からは残りの3名と4名で様子を見ます。取り返しに行くんですかね、これ。お、詰めたな、バスが削って行かないかもしれないですよ、これ。そうですね、4対4で終わります。1本また武器は回収できたのかな、アブソルトジェプター。ラズが取った、ただラズがこれ逃げれないですね。なるほど、スタックス、ラズを抑えて3対3。しかしファーストピック欲しかったところ、いや今の反射神経 RP 選手もやばくないですね、ほぼ見えてないですよ。いやしかしエルボーがタケジェを抑える、ディスミス、スタックスが正面のラズを抑えてダブルキル、タケジェ、ゼストが黒を返します。3対3、切り返しましたね、切り返しましたね、テレポーターの音。いやグローが残ってるのがやですね、これにタケジェがやられなければいいんですが、これ B いきますね。タケジェレータも一応警戒はしてます、警戒してますね、一人はいるのは分かってます。ここでまた B ですね、ビジョンストライカーズ。テレポートで飛んだと見せてそのまままた B に合流です。グロー選手が情報を持っています。いや、ただグロー選手のポジションがこうめんどくさい、やられしまいましたね。レイタが抑えられる、アフターショック取れるか、タケジェ、3人抜け、削れる、時間稼げれば2オン2、エンプレス切って武器はファントムに持ち帰ってます、タケジェ、頼むぞ。おー、オービタルストライカー入る、引
けています。竹瀬これでエルボー行きにくいプレッシャー与えましたね。ゼスト右のラインを見られています。竹瀬がおそらくいい形で出れれば。出てる出てる出てる。先に見えてしまった。そこにいるとは思わないだろうな。うわ強い。どうやって抑えるかですね。音を聞いてスモークを見てパラノイアの準備をバースもできています。ゼストが矢を構えている。フォートライン使いスモーク。いやまた違った切り方。エサ君これでアルビーな。スカイスモークから入っていきました。サイト攻め。レイターラズが返してニューローセフト。ビジョンストライカーズの位置は分かっている、うん、いやいいですよ。これスパイク接種できません。レイター取れるか。取ったらスタックス抑えてワンオンスリー。ワンオンスリーね。設置もできていないんであれば。いやただスタックス返してワンオンツー。アブソリュートジュピターは A3 名 B2 名そしてウィンドウ、うん、前目にタケジェが抑える動き。いやそこでちゃんと使うか。サイバーケージ完璧です。ここでちゃんと使います。いやただよし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 。消えたところタケジェが鳴ると。いやもうちょっとキングを落としています。ファーストピック人数量高った5対4。 RB がしかしエルボーを取ってます。どこまで行ってるこれ。これ読めてるか。クラドバスト読めてはいる。レイタ RB 落として。アブソリュートジュピターも B しっかりと押される準備できます。ゼストがエルボー銃先が見えてる、うん、レイタ見事テールウィンド3人目。よし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 。そしておそらくオペレーターを回収できています。ワンオンファイブ。うん、これは確実に取れるラウンドですね。残ったグローとしてはクレジット状況も見ながらおそらくキープとなります。ほう、なるほど。アブソリュートジュピターもまあこれは飛ばれた瞬間に確実にそこを倒せる。待って、行くの。様子見てますね。クラシックプレゼント。グロスでビクッとしますね。そうですね。タケジェイ選手からのクラシックプレゼントです。進行の証ですね。はい。さあここ回収 RB。 これお互いスパイカメラずっと見てますね。うん、お互いカメラの位置も見ています。そしてタケジェイ再び前。よし勝負して RB 落とす。ディスミス、ラズとともに。ラズとともにラズ来た。ダブルキル、ダブルキルです。車線完璧に被ってましたね。鉄板の守り。ラズタケジェイいつも相方バースだったりしますけどね。調子上がってきたぞ。スパイクが落ちている。いやー素晴らしい。タケジェは許しません。ゆっくりとゆっくりとディスミスで相手の位置を掴んでいる。ショルダーピークを抑えた。タケジェ4人抜き。ピークを一瞬で振り向いて、はい、いつも多分容易だと思いますね。スモークギリギリまで見てはいましたが、テールウィンド入ってくるところ、レイタ角上、そして抑えていく。勝利ダブルキル。そこ取れたの大きい。初戦はキル出ますが人数差より5対3日本代表圧倒的有利です。サイト9人打ち1つ設定中。バースが暴れています。ワンオンファイブアフターショック。スタックス前に出るしかありません。位置はバレている。抑えた黒。よしよしよし。多分食らわないですよ。もう分かっていてということですよね。おそらくね。ローリングサンター切ってギリギリ1名には入ったかな。バースはただレイダーが抑えていく。アルビー抑えてますね。いやいいですね。十分でしょう十分でしょう。ラズヘッドショットスタックス抑えて。バースがグローを抑えてくる。レイタがキング。よし105。いや素晴らしいラウンド。残ったのはゼスト。スパイクも落ちています。問題ありません。いやどうしたアブソリュートジュピター。目覚めましたね。来ましたね。もう本当に相手の攻め方慣れですね。これはおはようですよ。もう目覚めましたよ、うん、から。いや一瞬ポイントゼスト。よし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 。ちょっと距離歩きする。ちょっと距離歩きするしゃがみ入れれば大丈夫。おおちゃんと見た。見事いいスパイカメラ。よしよし。いやー見事なアビリティラズ選手。ただスタックスがあるんよ。ショートで A ショットでレイターを抑えています。オペレーター1本回収されました。4対4パックエター。うーん侮れないラウンドですよ。まあワイヤーもありますからね。スタックスがオペレーターを持って渡しましたね。オペレーターで B ロング勝負か。 RB と竹瀬の勝負になります。リロードして銃先見えたさ。竹瀬が有利。見事どんどんレイター選手の使い回してるってやつですねこれ次持ったのはスタックス。竹瀬少し怖いか。フォールドラインスパイカメラもありました。一旦引く選択。
リーヤを投げて足止め。これだと A 飛びもあり得る。30秒生ですね。グローが B セットのスモークを投げて実は A という判断もあります。このスモークフェイクに使うんじゃないかな。相手の動きを見て、ただここもアブソリュートジュピター落ち着いています。日本代表顔を出しません。さあ打ったことによって相手も配置が分かります、ただまだ中入れてないですからね。アブリートを使わせて、まだ迷うビジョンストライカーさん、これは攻めない選択です。ただバースが逃がしません。これはもういけないですね。ウィートのグロー選手を仕留めました。いやいや、でもラウンド B ショート B ロングと 2-2 の構えです。1名キング選手だけが A、行ってほしい。オールドローンもすでに使っています。タケジェウィンドとの勝負。先ほどからかなり命中率上がってますからね。タケジェ RB が出てくるか様子を見ます。ロングフラッシュが入っている。一旦引きます。武器を持ち替えて、どうだ。上に乗ってる RB、ラズが返す。ラズがまだ来てる。ラズがダブルキル。スタックスが返す。ラズが倒されて、3対3スパイク回収。ただちょっと下りましたね攻めが。なるほど、ここは迷わずビジョンストライカーズはテレポーターから A。ここアブソルトジュピターも体勢を整えやすいですね。そうですね、ちょっと前のはキング選手の位置ですかね。なるほど、ここがレイタ選手と噛み合えばというところです。2人に任せて1人でちょっとこれは裏を取ったりの動きを意識してるんですけど、ちょっと欲しい。いやゼスト壁抜き、クロー選手を抑えました。ワイヤーがある。レイタそこからキング、やりしまいましたね。キングゼストが挟んでいました。裏から来るのは読んでいたか。残ったらバース1-3。そうですよね。そして浴場チェックするしかありません。これでバレてしまいましたね。はい、スモークもないので、まずは1人ワンオツ。リコンボルトリロードする。タイム、アイミングがない。さあキングセットショーティー、ゆっくり進行するのはレイター。様子を見てフォルトライン硬直が入ります。フラッシュポイントでカバー。テルウィンド、アップドラフトからトラック上、ランプの裏をつく動きですが、視界が悪かったか、ね、サックス裏を読んでいました。ラズが返して、RB がショーティー、3対4。ショーティーはやっぱ強いですね。タケジェ重要ですよ。そうですね、タケジェのポジション大事です。バス削られて、粘りすぎよ。いや、クローがよくカバーした、クローがよくカバーした。ただ、ワンオンツーか。クローダブルキル、フラッシュポイント入っている。ワンオンワンワンオンワン、ドッキング攻めにはならないと思いますが、さあここでアビリティを使って侵入していきます。ただまだ一人も削られていません。このエルボ取れれば大きいぞ。いやキングダブルキル、ゼストを盛り抜いて2-on-5。設置はできていません。1-on-4残ったクロー選手、ガーデンですが、スタックスヘッドショットでクローを抑えてラウンドを8対6。RB こんな勝負してくる。フラッシュ、そしてリーが返して、タケジ準備万端か。いやー武器を持ち帰りすぎる、時間がない。いやーラズも先頭返してはいたんですが、スタックス押し込みました。 RB と挟みました。いやー武器差があるからって言って、ああいう選択肢を取れるのか RB。 いやーさらにはガーデンでは2段守り、キングとゼスト、レイタ落とします。ウィンドからはクロー、ですね、先ほども確かアブソルジュピターのバイラウンドに合わせてこういった動きがあった気がします。さらに設置直後の硬直を狙われてしまいましたね。はい、バー選手を仕留めてきます。残ったらクロー、ワンオフォーバレてますからね。ハーフ、これはもうラウンドを譲るしかありません。引きたい、引かせてくれない。キングがクロー、辛いラウンドですね。いやしかもエントリーのタケジェ倒されてしまいましたよ。はい、壁抜き、4対5。インセンディアリー、時間を稼ぐグロー選手、まだ時間はある。慌てたくない。ランプ中でいた、削りたい思いはある。 2-on-5全員が2車線をしっかりと共有したときに、うわ抜いた、壁抜きましたね。そして最後 A ショートを詰めていた、リア2つ、ニオグリーンリング A サイト、インセンディアリー、いいです。ただ A サイトは完全に取れている。ランプを抑えたい。レイタグローがいるのは分かっている。ただ取れない。フラッシュポイントも入ってただろう。さあヘッドショットグロー、
RB がブレードストームを切っている。アフターショックが飛び出してくる。ラズが止めた。アフターショックからの5人入る。4対4、タケジェニューラウセット。うん、いやいいですね。位置は分かっている。それでも詰めてくる。スタックスダブルキル、2オン3バース、ローリングサンダースタックス。うん、なんとか見上げに、ここで一度落ち着きたい。倒される見上げにスタックス、ローリングサンダー設置はできてるね。ナイスポイント、落ち着きたい。ワンオーツ、取るしかない。今ので15ですか。体力削られていく。よし、見事なヒットショット。危ない、安定した立ち回り、ギリギリで終わりました。取りましたね、7本目。続いてリア、再び勝負。先ほどと同じような動きです。これは挟んでいきたい。 RB がラズを抑える。取るしかない、竹勢取るしかないぞ。よし、取った。ミスミス、1人1ランプに入ったら見えた。ただ2人目ランプにいるかどうかの情報は得てないはず。3対4、丁寧にいく、丁寧にいきたい。竹勢2人目取れないか。キングのカバー、なかった。スタックスを抑えた。バース、そしてクロー、ワンツーワンツー。ここから B への選択、テレポートある B です。もう焼きって、ただゼストも分かっている。残り10秒、アブリディはショックダース。スパイクがそのままオクボルトのサイド飛び。いやこれは回される。ワンオーワン、ただオペレーターなので、はい、どうでしょう。ゼスト選手がもうやりにくさを感じるはずですが、リコンボルト、クロウの位置はバレていない。タカ、うわー、いやーそれでも壁抜き。ゼストがワンオーツーを返していく。決してクロウの位置も悪くはなかった。箱の上、相手は韓国の最強チームビジョンストライカーズ。もう下がれません。配置の陣、ラウンドは11対7、行くしかないか。まずは裏を作れいた。うわぁ、ランプはスタックスがいる。トリプルキル、2 on 5、スタックス4人抜き。まさか、スタックスに全て壊されていくのか。クロー抑えた。アルミマッチポイントです。12対7。まだあとたった5本取ればいいだけ。そう、あと5本。まずは B での勝負。アルティメットの音を聞いて、いや人を詰めているリロードはバレているか。レイタ、いやここにいるのはもう捉えられてますね。動けない。カバーがいれば、オールドローンが目を光らす。韓国代表は全てを見ている。レイタ落とされて、しかし返した。もう4オン4。ここで今までやってきていない動きを見せてきましたね、はい、A サイト削れる削れてる。ここ倒したい。あとはランプを取れるかどうか。もうスタックスに好き勝手させんな。スモーク抜けのゼストが怖い。いやー、進めないか。よし、取った。竹瀬4対3、つなげアブソリュート。いけるいけるいけ る、 いける、このラウンド取れる。キングが返して3対3。いやークローの位置がこれちょっと良くないですね。うわー、いやワンオースリーバース、ラストラウンドとなるか。委ねられた。うん、アルティメットもちょっと使いたくない。韓国代表、壁は高かった。残ったバースをゼストが仕留め、会場に入ります。アジアバロランドショーダウンファイナル、プロフェッショナルマッチ優勝に輝いたのは韓国。